まして、清水港の擬人化キャラクター、ナナミンハナンです。私の隣にいるのは、清水区の広報キャラクター、シズラです。さて、今日はシズラと一緒に、清水の発展に大きく貢献した、清水の次郎長こと、山本長五郎さんについて紹介したいと思います。その前に、清水の次郎長さんって何をした人か知っていますか？任侠の道へ進み、若い頃にいろんなやんちゃをしていたというイメージがあるかもしれませんが、そんな次郎長さんがなぜ名士と言われ、今でも清水の人に愛されているんでしょう。気になりますよね。それでは、清水区内にある次郎長さんゆかりの場所を中心に、一緒に清水の街を巡りながら、次郎長さんの功績をたどりましょう。シズラ、行くよ。が入った建物は次郎長さんが生まれたお家です。200年経っても残っているこの次郎長生家には当時の家具や次郎長さんの私物も展示してあるんですよ。次郎長さんは1820年1月1日に生まれ、長五郎と名付けられました。それはおじさんの山本次郎八の養子になった時に、次郎八のところの長五郎を略して周りのみんなから次郎長って呼ばれるようになったからなんです。小さい頃から暴れん坊な次郎長さんは、9歳にして通っていた塾を追い出されたり、15歳で米相場で大儲けしたり、それはもうとてもやんちゃな少年期を過ごしていたんです。やんちゃだった次郎長さんですが、その後清水の発展に貢献し、今でも幅広い世代の人たちに愛されています。毎年8月に開催される清水港祭りを中心に活躍する次郎長道中参加者の若い世代の方たちにお話を聞いてみました。次郎長はですね、一見怖いイメージと、あと、ちょっとやんちゃなというか暴れん坊というイメージ多いんですけど、次郎長の口上にも古文の名前が出てきたりですとか、清水の地名ですとかっていうのがあって、やはり古文を愛してたりとか地元を愛してるっていうところは、やんちゃで怖い反面、そういう優しさというか男気、人情味あふれるところが僕は好きですね。有名な三保の松原です。すっごく綺麗ですね。次郎長さんが二十歳の時、旅の僧に25歳で死ぬと言われてしまい、どうせ死ぬなら太く短く生きてやろうと思い、任侠の道へ進んでいったんです。そして街道一の大親分と全国へ知られるほどに武勇伝を残していきます。日本三大尾港の清水港、次郎長さんが大きい船も入れるようにと整備して近代港になりました。49歳の時、江戸から明治へ変わる頃、次郎長さんに大きな転換期が訪れます。勝海舟と西郷隆盛の江戸城無血開城の前に、事前に駿府城で山岡鉄舟と西郷隆盛の会談がありました。その時に山岡鉄舟を護衛していたのが次郎長さんだったのです。明治に変わり、まだ世の中は不安定でした。そこでこうした状況を取り仕切れるのは真の実力を持った人間だということで、駿府藩から今でいう警察署長を命じられます。これをきっかけに次郎長さんは任侠の道から足を洗って清水の発展に貢献します。
同年、幕府軍の咸臨丸が嵐で故障し、修復のため清水港に入ります。新政府軍に見つかり攻撃されたことにより、清水港には亡くなった多くの人が海に浮かんでいるひどいありさまでした。新政府軍に罰を受けることを恐れ、誰も回収できない中で、次郎長さんは死ねば皆仏、仏に俗軍も官軍も関係ないと政府に逆らう形で丁重に供養します。この後、徳川慶喜公の護衛役を依頼されたり、囚人を使役して富士の大淵の開墾をします。そして清水港の発展のためには茶の販路拡大が必要と考えた次郎長さんは、より大きな船が入れるように港の拡大整備に走り回り、横浜港清水港の定期航路を誕生させたんです。清水港は外に開かれ、アメリカへ静岡茶が輸出されるようになりました。その結果、清水港は日本一の茶の輸出港へ。それではここでもう一度、次郎長道中に参加している方にお話を聞いてみましょう。次郎長さんは見た目が怖くてこうやんちゃな人っていう話を聞いてて、でも実はこう地元の清水をすごく愛してて、地元のために何かをしたいっていうことで動いてたりしてて、そういうところがこうかっこいいなっていうように思ってました。お茶を世界に広めたんですけども、静岡のお茶をもっと世界に広めるためには、英語が必要だっていうことに気がついて、英語塾っていうのをわざわざ立ち上げて、そういった行動力とか、その地元愛でそこまで行動できる人って今の人ってなかなかいないと思うので、そういったところはかっこいいなと思いました。ここは次郎長さんが晩年経営していた船宿末広を再現した建物です。資料展示や当時の船宿の様子がわかる貴重な建物なんですよ。お茶の海外輸出に取り組んだ次郎長さんは、英語の必要性を肌で感じ、私費を投じて英語塾を開設したんです。末広の2階では英語塾の様子を再現した展示もありますよ。この末広には次郎長さんと釣り仲間だった徳川慶喜公もたびたび訪問したんですよ。ここは次郎長さんのお墓をはじめ、奥さんのお嬢さんや子分たちのお墓があるバイン寺だね。駿府城での大相撲の興行をはじめ、多くの事業に関わって清水の発展のために奔走した次郎長さんでしたが、74歳で風邪をこじらせて亡くなってしまいます。そしてバイン寺には次郎長さんの銅像があるんですが、これは橋脚としては全国で唯一なんですよね。お寺の資料館には他にはない次郎長さんの喧嘩道具や、山岡鉄舟から送られた精神満腹の書の展示など、貴重な資料がたくさんありますよ。皆様いかがだったでしょうか。簡単ではありますが、しずらと一緒に次郎長さんのことを紹介させていただきました。幕末から明治を駆け抜けた次郎長さん、清水の発展に情熱を注ぎ、未来の清水に夢を描き、現代にも多くの影響を与えてたんですね。これからの清水区は市民と企業と行政が一緒にワクワクしながら関わり、人々が集って活動がどんどん起きる多様で活発な港町清水として発展し続けます。清水の発展を夢見た次郎長さんの思いを受け継ぎ、みんなで清水を盛り上げていきましょう。